はい、と、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド実況プレイのパート137やっていきたいと思います。まあ、今回もヘブラ地方のね、コローグ集めを進めていきたいと思います。で、なんか小屋にね、たどり着いたんでちょっと見て、あー、この辺欲しい！いいね、まだ収めてないのがいっぱい。このまま収めちゃおうか。いい感じに飾られてるし。額縁じゃないけどさ。いいじゃん、リト族っぽいこの雰囲気の。物柄。うさぎ。いいね。うん。ゲルドン立ってまともに取れてないんだな。オッケー。さあ、それじゃあね、一応ここにもミンジンゲームあるんですけども、まあ、コログ集めをね、優先していきましょう。まずは赤い印の方向から。料理なくなっちゃったんですよね。あの、5号系の。また作らないとな。そしたら、射的だ。あれ取るねと、この中途半端な一回使ってしまおう。上だね。なんとなく見えるね。あれ、でももしかして効率いいかな？他、ね、あ、こうやってか、この、崖下だもん。うわ、ガチロックじゃなれ。うわ、これ。にくいやつだ、これ。やべえ。この辺からか。キラ、これだね。炎の矢買ってこないとなぁ。これなのか、ほんとに。えい。下のもだ。この真下？あれだねー。食らうー、ダサいように近寄るから。めんどくせ。
リバガク、シャリバオカで、エブラさんの南学行って、107とか。ミドルピンの方かな。よ。あ、火炎の剣が壊れそうだって？勘弁してくれ。ないと割と困る。紫の方行きましょうか。多いな。って撮ってんのかな。何気に風のカース型の取り損ねてんだよね。もう魔物の写真は金で解決するか。よし。おります。いいね、マップが左側から徐々に埋められていっています。カスラーさん、これだね。で、この辺だ。辺だな、多分。はい。先行っちゃおうかな。後にしようかなとかちょっと思ってたんだけど。ややこしいからって気がして取れないからいいかもしれないな。固まってんね。よっしゃ、とりあえず赤ピンの方に向かいまーす。木。この辺りですね。あれだ。別に減らしていってます。
すぎる狙いが。ふっ、弓壊れるで。取るか。ワープマーカー便利っすね。じゃあ、青ピン向かいます。出す感じかな。物のやねえよ。買ってこようかな。火をつける術がちょっと少なすぎますね。薪も今あんまりないんだよね。あんまりとかが全然ないんじゃないかな。そうだね。ちょっと切るか。そう、木そのものがあんまりないんだけど。避けたらーって感じかな。寒い。トルネードいつでも OK だ。やりすぎた。キープじゃないタイプだ。ここ下か。低差そんななさそうだからな。こっちから。じゃあ一旦後回しで。高低差なさそうなんでここに。ワップマーク置きますか。やった。行く。これ、これ。あ、やべ。消えちゃった。
うざい。うざい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 。出ていこう。出てますね。緑色ちょっと上の方だと、まあここだったらねリーバルもいるしサクッとトリコ1枚いい。まずは射的なんだけど敵に襲われるのが非常にめんどくさいので射的、あー、なるほど、そういう感じかな。あ、やろう。落ちる。これこれ減る。まずい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 。どこだよ。アイマックス努力だ。射的あるな。あった。でどっかにそういうのに次元ゴールのまず地点みたいなものがあるかを調べたいんだがよくわかりませんでした。じゃあゴールがこの辺っぽいんですよね。出発地点がどこにあるかわからない。めんどくせえ。わ、壊れたし。
マジかよー。高さが足りません。微妙に厄介じゃねえか。しかもちょうどリーバルないときに。時間的に余裕はあったな。よいしょツー発揮したな。待て、あ、これだ。ここらをか、この子なんどこ？あったあったあった。ここか、嫌なとこに置くねー。そういう感じでかい。まずスタミナがあるからね、ゆっくり行こう。下に潜りすぎると落ちるやつだな。いけないっすー。じゃあ緑ピンのあたりですね、ほこらがあるみたいなんで、そこまで一気に行っちゃいましょう。あろ。え、待てよ。なかなかしんどいことさせますね。いつでも OK だ。ほい。
岩の下っていう風に表記が。あった。ああ、丸太ね。あ、ほら。はい。手にはできないな。よし、ありがてえ。つけたピンを回収してしまいたいな。いけるかな、これ。何動いたら落ちそう。こっちにしてもだよね、これね。こっちで降りなきゃまずいな。アイスメーカーよしとこう。空中では張れないんでね。いや、一度飛ぶか。だね。結構あったかいんじゃない？あ、遠い。ゲイ。高そう、この辺。あ、気温が、右に傾いてますね。いいぞ。今日は、見込みな気がする。やればいいかな。OK。 はい、というわけでですね、691個目の、コルク回収が完了ということでですね、全部で900個だけかってことは、あと209個、終わりが見えてきたね。これどっちから入れる、これ降りるか、上がればいいの。とりあえず着替えよう。制覇できてきているというところで、
うん。で、いく感じで、何か。で、またね、この、チャリバ学に、チャリバ学に向かうようなルートで、また、ヘブラさん山頂目指してね、進んでいくような感じでね、時間をやっていきたいと思います。はいと。では、ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド実況プレイパート137、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の方でお待ちしております。それでは皆さんまでにいけるなー。